部の極潰し高限度の非常に低い4人が集まってます。そうなの？我々特にこちらの3人は、はい、やばい。あ、そうなんですね。もう足でまたいも花らしい。おじさん、何ですか？何やってんのよ。おい、マリモが花火言ってるぞ。ずるい。マリモさん花火言ってるぞ。これだけいい展開に恵まれたらずっと打っていきたい。今日も朝からお金使いましたね。チャキー。あ、ダメや。あ、デイライス行きゃいい。年配超えたった。10月は私個人的に勝手にバルブレーブ月間にしてるんですよ。許されない。さよなら。10時半なんですけど4枚目2連続。おう、ってことなかったね。おう、戻した。急に控えた。やはり風は吹いておる。いや、さすがに、あ、おうおう、あー、梅吹き、革命分岐か。これまあなんか一説によるともう最初から決まってる説あんだけどね。ただ通ったら通ったで、多分これもカラギリドライブ行ったっていう風にカウントされるだろうから。3回目よし、痛い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 。空のがねえか、空のが。ねえか。はい、一服します。うわ、戻してる。そうか、そうですか。追いかけるしかないよ。もうこの時点で多分投資額2万円ぐらい差ついてるんですよね。どなた？あきらいらっしゃいませ。ありがとう。絶対決めます。そのリプレイも取っといてほしい。178ゲームからアキラのチャンスゾーンです。ここで決まれば投資が3万2000円で止まります。決まればじゃない、決めるんだ。で、早くを。何でもいい。アキラ外すのが一番ダメージあるんですよね。またリプレイ。ねえ、アキラの出番ゼロじゃない。レア役引けず、ひどいよ。アキラ外したら終わりだってよく言うじゃん。どうしましょうかね。これはどうしたものか。まず、あー、ダメだ。本当だ、ダメだ。今頃まあここは入るはずない。まあでも2個ついたんでもう1連。
安かったな。あ、でもチャンスアップあるよ。あ、いけたかな。よし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 。やっか、1個つけばなんとかなる。あー、さっきこれやったら、紫ってほんといけないよね。引けた引けたよ。ここはなんか200ばっかなんだよな。300。あーかな。次つかないな。ちょっと先生にプレッシャーかけに行こうか。どうしたの。今ハラキードライブ3回入ってる。マジ俺ここで5000ぐらい乗せるからねもう出しちゃってくださいよ、まあ、大将。まあ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 、まあ、いや俺マジで負けないから俺下手したら全勝だよ。 あそういうことか。3000戦無敗だよちょっと今牛尾さんが来たタイミングで話してその後ちょっと島見たんですけど、1,2,3,4,5 機種、この1列であるんですけど、その中でやっぱ目立ってんのがこの新花火なので、まあ、自画自賛じゃないですけど目の付けどころは悪くなかったのかなと。で牛尾さんが今もう多分ダントツじゃないですか、さっきの話聞く限り。あ、当たってた当たって、いや分かんない、これが成立ゲームかもな。話しながら打ってたんで見逃したかもしれないです。しかしまあ化けが出るね。だからボーナスはビッグだけでレギュラーは100枚の子役だと思えばいい。そうするともしかするとあんまりイライラしないかもしれない。でもそうだよな、塩さんのチームが優勢で今日2倍で出てたらもうあの上位だけで済ませた方が絶対いいですもんね。ありがとうマリエ、アキラじゃ無理だったからもうあなたしかいなかったの。3番5000円買った。あ、すごい、ありがとうございます。もう3号です。え、もう3万5000円です。俺ドライブ3回行ってから。3回目ですか。頑張るよ、頑張ります。なんか敵チームに怒られてるな、なんでだろう。108ゲームからマリエのチャンスゾーンです。これ決められなかったらもうバルブレイブやめます。さすがにね、やめなきゃいけないと思う。お願い、うん、外れでも許してよ。お願い揃って、お願い。よし、やりました。レア役対応の演出でベル。ふう、では革命ボーナスでいきましょう。お願い、いい音、ありがとう。決めます。スイートなんとき紫打ちくんだよな。間違えて当たれ。あー無理だ。頑張れ。もう全部引いてるよ私。もうなんかいけそう、いけそうな、いや、いけそうだよ。危険かな。うわー、あー無理か。あーいけた、危ない、いけました、なんとか。ま
何焼くか。でも次は1個使わず、ですね、今見ておりますけども、ユニメも宣言回したんで、風鈴合算で 7.2 分の1です。138回出ております。1000ゲームで風鈴 A は 13.3 分の1なんで、まあ、6より上でございます。風鈴 B に関しては、ここか 15.8 なんで、まあ、これは一番低い2よりもさらに低い数値ですね。まあ、でもここビサなんで、正直ベル B 風鈴に関してはあんまりかな。まあ、子役も全体的に悪くはないねってところです。1000ゲーム時点では渡りのすけ111ゲームゾロ目、どんちゃんだよ。めちゃくちゃ堅調ですね。これレアヤクください、頼みます。見えてるんですよ、666。うわー、なんかすごい悪いわけではないんですけど、若干引きが弱い日ですね。本当若干、いや諦めたくない、いけるよきっと、思うのは自由だからね。よし、潜伏山田ありがとう。4ナビくれたらいける。うわー、いけるよ、そのまま流れと勢いで。うわあと1回耐えませんか。よしよかった。あー楽しいね、バルブルイブだね時代は。ありがとう三強、絶対取ります。ここ上位取れれば全然いけますね。3万5000円なんで、よし集中していこう。レア役イメージ、イメージすぎたか。1ゲーム早い、レア役ね。大丈夫、いけるよ、違和感はない、お願い。よしよし、ふぅ、すごい怖い取り方してますけどね。いいんじゃない、3回ともレア役引いたらいいんだもん。そうだよ、それ決めてこうよ。一応さ、まあこれだから上位ラッシュを初当たり2回引いてる計算だから、まあ、やっぱ20セットぐらいまでは持ってきたいよね。そうだから2回やって今、まあ、15セットぐらいでしょとかで終わったら相当しょぼいからね。15じゃねえ、12か。お、危ねえな、危ねえ。もうなんかもういい台だと思っちゃってるからさ。ああ。もう1セットを持ってこれれば3000枚だね。V! ああ。ああ、ギリ3000枚いかず。よし、いやこれはあるわ、来る、よし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 、もうこれ消化してランチだね。もうみんなもう俺のペースやってもらうから今日はね。いけるぞ、もう一回釣り、これレア役引かないと取れないやつですね。お願い、ああ嫌だ、予想通りでした。んだと思ったよ、730枚。またいつからか。1500枚なんとか超えました。赤ね、
だけど違う。あと321はマジで信用できない。ゼロまでいかんとマジで。ここでいけるか。よーし、うまいぞ今日は。しかも次も1個はつきそうな感じ。ここがね200しか引けない。よし、300。私これ入れるのがマジで恐ろしく下手なんです。もう引いた。あら、あーこれダメや。ついてても当たらん。あーダメかも。ついに2個ついてるのに。あーダメだ、終わっちゃった。1656枚終わっちゃいました。どうしよう。わあ出てるな。いやもう抜けんなあれは。ちょっとカバネリじゃ厳しい。もう1位無理です。牛尾さんでしょ。うわうわ、3500枚、すごいね。本人いないじゃん。いない。もうあれかな、1位確信して。いやじゃないですよ、余裕こいてんのかな。もう俺も多分今の時点で掴んでる感あるから動きようがないんだよ。もうもう今日は主役だからさ、社長が、ね、もうちょっとおだてとこうよ。あ、2位狙いでちょっと小遣いもらえるかもしんね。確かに気分良くなって。まあ今日の主役は牛尾さんに譲りましょう。でも焦ったろうね、最初天井まで行ってね。どうなんすかね、ホームだとやっぱ固く行った方がいいのかな。まあ、固く行くも何も自分が信じたことをやるだけか。戻さず。でもチャンスゾーンの内容いいんで、あるかも。200でリーゼロって救出。あのもちろんまだ何にもわからないんですけど、私この台あると思って打ってるんで、上位入れてドライブついてくると思うんですよね。まあ、やっぱ上位取れなかったら一番下と何も変わらないので。私なのよ、いけてないの。誰ですか。んもったいないけど5倍だからいいか。うん、まあリエだ。今のチリ欲しいし、あといい台。うん、ち未だに思ってますからね、マリア・アキラが今に出てくる台はいい台だって。もしコインでボーナスまでたどり着けるってことです。191ゲームから。マリちゃん、マリちゃん、マリちゃんとか言ってすいませんでした。マリエさんありがとうございます、助かります。いけました。ふう、449クレジット残ってますので、これ革命ボーナスだったら大チャンス。いい台なら革命によるはずなんで。なんで違うの、これで違うとかある。オッケー。今16分の4で腹切りってましたからね。これで17分の4。ああ50か。これはさすがにじゃねえか。もうまだ続いてるんですか。ちょっとほんと長くない。行くぞ、お願い、耐えて。うわー、ちょっと決戦のセンスがないですね。そりゃ負けるよね。うん、200だ。アクセル5倍持ってましたもんね。いや戻すよ、なんなら戻せるでしょ、あなたなら。
私の今日の最大枚数が760枚、お隣の方が1000枚ちょっとで、角台の方が1800枚ということで、前代プラスです。全員が、ほんと120分の1ぐらいまでの、ボーナス合算出現率をずっとキープしている。多分間違いないんじゃないかなっていうのが、まあ、確信に近づきつつあります。まあ、あんまり当てにならないボーナス合算出現率もそんなにね、まあ、当てにならない要素ではありますよ。ないんだけど、さすがに3台揃って構成定義のボーナス出現率で推移しているのであれば、まあ、それはもう今日の状況を、物語っているのではないかなと。今から寝台の抽選を受けるんですけど、なんかわかんないんだけど、ハチマキがどっか行っちゃってどこ行ったんだろう、つらあ、めっちゃ隠れん入ってる。お、当たった、やった。カバネリで、ありがとうございます。やった、カバネリからカバネリへ移動します。ピックの枚数がやっぱしょぼいんでね、残念ながら6号機のボーナスタイプは一撃1000枚出すってなると結構頑張んなきゃいけないよね。 RT 連で続けてつないでピック5連で1000枚。お、お、当たった。なんと、あ、抽選当たりました。どういうこと？寝台の抽選してて今。あ、そうなの。カバネリ当たりました。カバネリ打ってんじゃん。増大してるんで。平山打ったカバネリは寝台じゃないんだね。あ、やっちゃったよ、気抜いちゃった。今のは絶対に使ってください。これはもう晒し物にならなきゃいけない俺は。ということで寝台の抽選見事突破しまして、なんとカバネリからカバネリへ移動することができました。とりあえず天井がまたね650なんで、とりあえず1回当たるまではとりあえずばっか言ってるけどちょっと気が動転してます。頑張ります。あるー、久しぶりの9まで。チャンスゾーン行くってことは引き戻しがないってことですか。30ゲームから消えないね、決めれる。もうちょっと上手な日だったらな、本当あとちょっとでいいんですけど。100も残っている。通常時はリプレイ2連とか引くんですけどね。9マ9マ、さっきアキラ、マリエ、マリエ、9ももう7回チャンスゾーンや、7回もやってるの。7回もやって3回しか取れてないの。いや悔しいですね。ヤマーダですけどね、そろそろ V 揃ってもいい頃だと思う。軽くて助かります。120ゲームから山田のチャンスゾーンです。共通ベル、そろそろ V 揃う頃って言ったら出てくれました。ありがたよ、お願い、もう一回革命を。普通の音だね。そうだよね、決戦寄りです。いや、そろそろ終わりにしたいの、私も決めたいの、私だってわかる。 1.5 倍だから4500ポイント、そこに1位だとさらに1000ポイントもらうから5500ポイント。これはでかい。まあ、もちろんまだ後半何が、ね、あるかは分かんないけど、まあ、よっぽどのことがなきゃもう大丈夫だと思うんだよね。続け続け、 OK、
腹切りドライブ2連が2回ない。そう来る、まあ、このぐらい続いてたらそれは最後のゲームにまだ引っ張られることもそれはあるわいな。くー、あぶねー、あぶねー、あぶねー今なんかしかも普段よりちょっと遅くなかったか、ちょっとね今なんか一瞬曲がったような気がしたけど、いや、ここを乗り越えたのはでかい。中しか見てないよ。はは。今日はバルブレイブじゃないということなのかな。もしかしたら、あのグループラインに報告を入れたら大丈夫です。行きましょうって言ってもらいました。星抑えますねって言ったのに、入れて出すしかないですうちは。入れましょう。いいチームですよ本当に。ありがたい。牛尾さんがやめたら牛尾さんが打ってる台打つね。ああ、ほら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 、言ってるそばからだもの。まあ、4200枚、まあ、4238枚だな、まあ、2回やって19セットか、まあでもまあ妥当か。うお、しかも浅いところで戻した43。油断してた。あ、これは大変だわ。まずいってこれは新しいパネルだ、いっぱい人がいる。ゲーム数取っててくれないかな。ここもなかなか100のとこもね当たってくれないですよね。あー、ダメそう。途中経過なんかまあ別にどうでもよくて、最終的にあのチームで優勝してればいいっていうのは間違いないんですけど、ただ一個言えるのは途中経過でもあの圧倒的1位とかになっていれば他のチームが勝手に自滅する可能性を高められるよねっていうメリットはあるかもしれないですね。だからといってそれを狙ってそれこそその常に AT 機ででかい勝負設定ね掴める自信もないのに根拠もないのにいくつのはまあ大間違いですね。さあそろそろビッグが欲しいね。レギュラーが出てればコインの減少は緩やかにできるとはいえ増えはしないんでね、ピークをこう押し上げていくみたいなことはなかなかむずいんで。遅れたかな。ああ遅れてたと思います多分。101ゲーム、そろそろ、あ、よかった、赤ならです。あとはなんかな、確定する要素が出てくれればいいんだけどな。設定がで、あ
おい2連はやってねえぞ。あセーフ。危ねえ、これ終わってたくさくねえかなんか。あおあーあーまあまあいいいいいい、全然いい全然いい。いや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 、なんかいろいろ噛み合ってんな。まあここまで来たら残りもう2時間切ってるぐらいだから、取り切ってあとねえどっかでピロートークするぐらいでいいと思うんだけど、ただ一個怖いのが立花に鎌掘られんじゃないかっていうね。牛尾さんがやめたら牛尾さんが打ってる台打つんで、これやめたらあいつ多分これ打つだろう。うん、状況分かってるね多分。それが怖いんだよな。ちょっと待って、一旦ちょっと冷静だろう。ちょっといろんなことがありすぎた。しかし全く突破できない。なんでや、2回失敗しました。なんでや。250のとこ来ました。あれダメそう。ダメそうですね。おかしいな。なんでだ。塩さん、いつまで続けるおつもりで。もういいぞ。あのマリモさんが新花火打ってる件に関してなんですけど、ちゃんと下調べしてたんですって。狙って新花火に行ったんですって。他の台も悪くなさそうって言ってたので、移動することはなさそうですよね。昨日とほぼ同じグラフを描いてますけど、革命ボーナスさえ引ければ AT 取れるのに。きっとあれ、危ない。いやここ短かったな。5000枚一歩届かず。2度あることは3度あるからな。あらあらあら、いやもうさっきと全然違うじゃん本当今日動画。あと1ゲーム耐えろ。あーまずい。おー危ない。353ゲーム。当たるってことないのかな今日。次入りそうです。 RT 連しないのはね、今日1回しかしてないんですけど、1回しかしてないのはいいことです。おそんなこと言ってたら綺麗な目が拝めました。まあ、これはこれで嬉しいんだけど、ね、ちょっとお腹痛くなっちゃったんでトイレ行ってきます。最近その筋肉マン7人の悪魔超人編とカラクリサーカスでめちゃくちゃ負けてるんで、もういっそのこと実機を買った方がいいと思って調べたんですけど、筋肉マンだけで60万、カラクリサーカスで80万、今打ってるバルブレイブが30万から40万の間ぐらいなんで、全部集めようと思ったら180万ぐらいかかるんですよ。ちょっとさすがにね、
出せないんで、今回のこの3-7リーグでうちのチームが優勝したらカラクリサーカス買おうかな。立場のところ、立場のところ行きますか。やめかけてるじゃないですか、本人が。人間を。なんですか。もう特にやめてんですよ、こっちは。何ですか、これ。花火打ってるって聞きましたけど。君と一緒にいるときは打てない新花火でしっかり出してるよ。今もちょっとドヤリ席しちゃったり、一枚出してる。うわ、やだ、やだ、やだ。周りも良さそうなんですか。多分、間違いないと思う。さあ、ちょっとドヤリ席しちゃいましたけど、RT 残り10というところで、アタリンゴでございます。オーマイガッビッグくれよな、本当に。あ、消えたかな、消えたっぽいな。なんかちょっとあんまやめづらいこともしてほしくないんだよな。これ被ってこれが、やっぱりまたレア聞いた。100、まあまあそれはこの前兆は見なきゃいかんわな。いやねえか。200ゲーム内のとこだけでもちょっとさすがに見とくか。いそうだな。よし、あと1回。おお、来た、出ました。これ入ると思うけどな。よし、いやこれはちょっとさすがにいいんじゃないですかね。同じ台なのにこうも違うの、手札違う。ただいい台の時に限ってこっちが下手っていうパターンめっちゃありますよね。今使うんじゃない、そのリプレイを。取っときな、取っときなさい。なんで2ゲーム連続引いてんの。375ゲームから。そろそろ9までも決めたい。無念、下手だ。もう偶数で間違いなさそうです。3回目。あ、怖い。やっぱ1回ミスるとちょっともう恐怖心が勝りますね。ダメだ。ああ、落ち着いてやれば大丈夫なんだよ。でも3台とも今プラス域、本当にじわ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 上がってるんですけど、右肩上がりってやつね。でもこれで新花火全然違ったら面白いよね。いや、それだったらそれでまあまあ結果オーライですけどね。おお、当たるのかい。ああ、まあまあ、じゃあやってよかったね。さあ、一応ラストチャンスとしとくか、これ。おお、さきちゃん。おお、来た。そろえ。てか、じゃあ、まあ、チャンス目でも大丈夫か。あ、あれ。あ、危ねえ。びっくりした。当たるか。よかった、よかった。あ、てか、まあ、今日チャンス目だから当たるのか。7、オッケー。オーケーオーケー。てかこの7揃いで5000枚だわ。よし、これは大丈夫でしょ、さすがに。あ、2回引いたし大丈夫だ。駆け抜けだけ本当に気をつけて。今気をつけようないんだけど、設定いいとしたらね、すぐ当たると思いたいから、そんなにショボレンでも気にせずぶん回すことが大事。あ、押すの忘れた。
少なそう。しかしあの鉢巻きはどこに行ってしまったんだろう。あどこにあったんですか。親切な方が届けてくれた。いやありがとう、戻ってきました。いや帰ってきた。おかえり寺井くん、あなたがいないと連チャンしないよ。これは大丈夫。そう、いやでも大丈夫でしょ、大丈夫。よしよし、300枚以上。危ないんで5枚目です。もう負けづかれたよ。お願いアキラ、アキラください。さっきだ、打つ人が悪いから出てないだけの台ですね、おそらく。81ゲームからさっきのチャンスゾーンです。200のところ、スイカを、はあ、こんなに難しかったっけチャンスゾーンって。私は一体何をやってるんでしょうか。ねえ、5000枚超えたね、見てくださいよね。よし、あ、これダメ、1個もらえない、ここなんかちょっともったいないことした。いやそんなことないな、これ取ってるな。あ、よかった。はい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 、ナイス。あれ、また通っちゃうまであるぞこれ。ここだな、この次だな、話の流れ的に多分通っちゃうよ。むしろ通らないわけがない。ここ、おい、いや、うますぎるだろこれ。待って、もう 75% 一発通すだけじゃ、あともう 100% のやつだからだよね。うん、まあなっちゃうよね、なっちゃうと思います。これはこの流れにはね抗えない。ああ、まだ早き、ああ、なるほどなるほど、あ、そういう日ね、オッケーオッケー、だろうなと思ってたけど、一旦だからこれはもうやめます。ここでこんなことが起こるとは。いけ、よーし、危ない、いいぞ、まくりました。